上田インターチェンジは、愛知県名古屋市天白区にある、名古屋第二環状自動車道のインターチェンジである。国道302号沿いに付設され、交差する国道153号を挟む形で、南側に、名古屋南 JGT 方面への入り口と、同方面からの出口が、北側及び、国道153号日清、豊手方面側に、上谷代 JGT 方面への入り口と、 両方面からの出口が設けられている。これ以外の国道153号と名2間の連絡は交差点と国道302号を介した連絡となる。当該インターチェンジは丘陵地帯に付設され、地盤面より下に名2間本線が通過する。そして丘陵部は IC 付近のみであることから IC の前後は地上区間となる上に、 IC 北側 1.2km 付近で高張ジャンクションと接続することから非常に複雑な路線構造となっている。特に当該 IC が付設された交差点は3層構造で、地上部が国道302号と国道153号の交差点、中間部が名に関本線、最下部が国道153号のアンダーパスである。そして、 国道153号トヨタ方面と、名義環状車方面を接続する連絡路が設けられ、地下1階で本線と接続する。将来は、名古屋トヨタ道路が接続し、上田 JGT が併設される計画がある。1967年3月の年、計画決定では当時計画中の国道153号バイパスとは、名古屋、 豊田の両方向に直接乗り入れする構造だったが、1982年11月の都市計画変更で、豊田方面のみに縮小された。北側通るゲートは地いに設けられたレーン運用は、時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。ありがとうございます。